はい、それでは始めていきます。第149回ケフゼロニウム紅白戦スタートします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、始めました。第149回ついに来ましたね。あと1回で150回、ニコニコ生放送します。150回はで、開始時間がちょっと1時間ぐらい早めて7時ぐらいから一応やろうかなと思っております。はい、という感じで、コミュニティは KF ジャパンというちょっと言うのが恥ずかしいぐらいのコミュ名なんですけども、そちらの方でやりますんでよろしくお願いします。来週の夜7時ぐらいから、まあ、予約枠もう取った方がいいのかな。まあ、そんなわけで始めていきましょう。先鋒戦が 1P 領事、2P、名前が OZ1、まあ、主犯さんです。言っちゃいましたけど、まあ、そんな感じでスタートしていきました。両対クーラー、若干クーラーがリードを奪っている。主犯さん側はこれが本キャラだったかな。うん、確かそんな感じだった気がしますが、ブレスがヒットして貢献ガード。さあ、両側もちょっと崩し能力にはそこまで長けていないので、一回やはりリードを奪われるとちょっと厳しい感じがする。さあ、強パン空中ヒットで保険をかけたレイスピンにヒット、そのまま倒しきる。先鋒戦は OZ1、 OZ1 じゃねえ、 OZI か。で、中堅のウラシェル、まあ、似たようなカラーですが、しゃがみ C からしびれなさい、後転をカルがちょっとコンボにいけない。これはスパキャンまでしっかり決める。赤目味中段、あれ中段にするの結構難しいと思うんだけど、やはりクーラー使いしっかりやってきますね。なんか M ラシの話によると、あのジャンプ A4 段、 4段になるタイミングらしいですね。だとクーラーのジャンプ D も中段になると、基本的に。まあ、4段もむずいからね、やっぱりクーラーのジャンプ D も、まあそれがまあ基本となるというかね、まあ分かりやすいですね。さあ、倉庫行ってる間にクーラーが似たてして、大将の山崎、さあレイスピン強気にもう打ってきますね。あれもう距離が近いからパチキが確定するんですけど、ガードするとこれはあれ確定はないのかな。うわー、広い当たり方した。山崎なのでレイスピンが当たりやすい。これはダッシュドリルが刺さって、体力的には逆転だが、両手側もう後がない状態。残り30秒切ったところ、前転を狩るしゃがみ AA 中段ヘビ、なんとか粘る。さあ、主犯中堅の K ダッシュ、これは厳しい。ここでゲージ持った K ダッシュは相当濃くですね。山崎もどっちかっていうと、やはりリードを保って相手をいなしていく感じのスタイルが基本となるので、さすがに厳しい。強気に前 B したら、さあ OZI が先鋒戦勝利。ワンピーが座るのはゴーさん、あ、ゴーさんっていうか、今回なんかみんな出るの早いですね。まだ始まったばっかですけど、さあ、キャラクターはテリー、アンディ、キング。そう、ゴーさんはテリーも使えるんだよね。で、対する OZI 側が K ダッシュ、パオ、ベニマル、ちょっとキャラを変えてくる。ラウンド1、あ、確かにゴーさんのチーム宇田さんだ。まあ、というわけでアンディ対ベニマルの先鋒戦。まあ、何回も言ってきましたが、ちょっとうわ、すごい、お互い難しい対戦ですね。まあ、やはり牽制は、まあ、どっちとも言えないんですけど、やはりアンディ側の NC がかなり光るんですけど、まあ、やはり飛びに噛み合うと一発、やっぱりベニマルのコンボもでかいので、ちょっと振りづらいんだけど、ベニマルもそれを、まあ、見てから飛ぶとかはできないので、まあ、昇竜弾に落とされやすいと、ベニマルのジャンプふわっとしてるんでね。まあ、説明が遅かったためにもう先鋒戦が終わっている。アンディ対ケイダッシュ、一発刺さって、と原子ラヌイだっけ、
うわっと、これは確定していない。ジャンプ D が出ない。遅すぎた。アンディのゲージはマックス。しかしここで落ちる。K ダッシュが取り返して中堅のテリー、ここでテリーが出る。さあ強気、まあ、あれはもうマイビーはねもうしょうがないというか必要経費にしては痛いんだけど、もうそう考えるしかない。一発刺さるチェーンドライブ、テリーがいなかったことになってしまう。投げる、これはまずい。まあ、対象キングの負担がでかくなる。 NC からダブルが刺さる。これはでかい。あれ結構ガーキャン前線のリスクはあるんですけど、強気ですね。もう行くしかないといったところでしょうか。さあ下段を吹っ飛ばしてかる。これはよく見る光景。足払いが長い。これはでかい。2ヒット。あ、あいんじゃねえや。ベノム飛び越えられて引っかかって画面端、なんとか逃げるか。投げられてまた戻されてしまう。後がないのは5側。おっと、これはちょっとわからなくなった。さあマックスでゲージを払い切ってしまい、迎える対象戦出てくるのはパオ。ゲージのないパオはワンチャン危ないぞ。一回詰められた時がちょっと苦しいですね。やっぱり話し技もないので。しかし間もなく1ゲージ溜まるといったところでジャンプ飛ばしが刺さる。さあ OZI2 連勝。ワンピ側が津島さんですね。何回か出てくれた、プレイヤーですね。ミッキーさんと同じ、まあ、メイさんと同じ地元なのかな。で、2P 側 OZI は、まあ、おじさんと読むらしいです。おじさんにかかってるらしいです。オーダーセレクト。で、津島さんが前、霞の一番に霞前パオ、お互いパオが入ってんのかな。あ、おじさん側がパオ2番は珍しいですね。大将アンディ。しかし先鋒戦はよく見る組み合わせ。先行が刺さってガビアジ、このまま行ってしまう可能性すらある。ジャンプ飛ばしからめくりにはいけず。さあジャンプリが速い。投げてこれは刺さってしまう。どこで締めるのか。しゃがみしいから。さあ連携を組んでいく。中段ガードしている。残り時間も少なくなってきて、前転が噛み合って先行2発。さあもう一発刺さって、ああ、リードは霞。空中重ねてから、おっと、これは漏れてしまう。あ、対馬が先制して中堅のパオ。さあこれはゲージがないので、霞に特に詰められたら危ないですね。さあ弾を出すだけでも、まあ、ゲージがたまらないのがちょっとパオ側の苦しいところか。これは素直に奈落。さあマイ対パオ、これはちょっとよくわかんないですね。まるでわからない。さあこれは減る。うわっとジャパンになるんだ。あれマイガーもちょっと前に出るからかな。さあ詰められる。やはり1ゲージしかないのでなかなか使いどころが難しい。割れるがお咎めはなしで。さあよく見ている。
あ、誰が見えましょうあれ。なんでこんな口調になったのかもよくわかんないけど、さあこれ、パオドキャラ、これはゲージがちょっとなく発動できる状態ではない。ギリギリ避けて奈落からしゃがみし、お、あすごい、お互いゲージない状態だと何するんだろうね。これとりあえず触ってゲージを貯めに行く作業なのかな。やっぱりあの CG 本当に怖い。中段から、え、そうなの、あ、パワー入るんだ、知らなかった。多少台の霞にも入る、へえ、知らなかった、びっくりした今。ただ試合の方はおじさんが分かっている。残り時間が残り少ない。あー最後相打ち、さあおじさんが練習を重ねる。はい、ワンピーが生卵さんですよね、合ってますよね。はい、ミッキー様に恋した生卵という名前になっております。生卵さんは以前結構連勝を重ねたような記憶があるんですけど、チームはでは今日パオが多いですね。パオ、ウラローバ、カスミ、なかなかいいチーム。あ、対するおじさん側は K ダッシュアンディと選び、残り1キャラはクーラー。オーダーセレクト、さあまたも先方戦はカスミ対 K ダッシュ。ラウンド1ファイト、まだまだ、まあ、基本的にやはり K ダッシュが有利にことが運ぶのが基本なんですけど、やはり一発勝負一回こういう風に噛み合うと一気に持ってかれてしまう可能性がある。ジャンプ D から、さあやはりこれは厳しい。さあなぜか当たってしまう。さあ重ならないが、さあ十分なリードを奪って K ダッシュ有利な状態。おっと最後は何か出なかったか、アインに引っかかり先方戦は K ダッシュ。 K ダッシュはどっち側だったっけ、おじさん側、まあ、中堅の裏ロバ、あ、やはり中堅にこういうキャラを置くと本当に一瞬で逆転してくれることとかがあるから頼もしいですね。さあ龍神脚を駆使しているがしっかりガードしている。ジャンプシーンマジでうまい、入れ込んでいる、まだ決まらない。なあるあるですね、確かに。まあ後ろ入れながらね、やっぱしゃがみ B を置いて位置が入れ替わったために斜め下 B になると。あ、ジャンプシーン前から、あ、端に詰められている裏ロバ、ここは勝利。ダッシュ通常投げから画面味、いやーこれは痛い。後がないのは裏ロバ、あ、しかしまだこっからでもわからないが、残り0ロット、しっかり見ているジャックバイス。さあまたも最初のパオ、さあ果敢にめくりを狙っていくが、さあガードしている。おっとガーキャン読みの前転、さあよく見ている。これは子供には厳しい、当たらない。苦しい、やはり飛びも結構落とされてるんでダッシュしていくが、うわっここで掴み合う。さあもうおじさん側はもう守る一方だが、ここでねじ込んでいくジャンプ飛ばし。ああパオ対アンディはあんまりないですね。
アンディが基本的に先方に出てくることが多いから、さあどうなっていくのかといったところで終了。ゲームオーバー。ワンピー側が、メイ様のいない日曜日となっております。メイさんですね。あれ、メイさんがリンが入っている。あ、ひなこも入っている。なんかキャラが、あれ、メイリーがいない。ひなこ持ちキャラ今、あ、前から、あ、そうなんだ。なるほど。まあ、それにしてもメイがいないっていうのはなかなかというか、紅白戦では初めてぐらいの勢いなんじゃないかなと思うんですけど。ドスコイが刺さって、これはチャンスだが回していく。しっかりジャンプを勝って、さあリードはひなこ。こう離れてるとゲージも溜め出すのがひなこの厄介なところですよね。ゲージ溜め能力もかなりトップクラスなんだよな。さあゲージも溜めさせたくないので、やはり行かなきゃいけない。残り10秒切って、さあしっかりしますね。残り10秒切って体力回復を減らしたところでダッシュする。しかし先方戦はメイさん勝利。さあ蹴り出したひなこ、ここはひなこを早めに仕留めておきたいところだが、さあキャンセンナーからアイン、ぶっ飛ばしまで入れて、あっと危ない。さあしっかりガードしているが失礼されて、ガメアジ、さあもう一発、うまい。さあここは投げ、ひなこに一瞬またいだ時のプレッシャーはやばいですね、マジで。あんまりやっぱ直接的なアタックが強いからあんまり待たれることないんだけど、ああやって一瞬待たれると本当すごいですね、プレッシャーが。あ、めくって前 B にしゃがし、ヒット走り込んで、これはうまい。内が刺さってガメアジ継続中、なかなか抜け出せない。おっと、あ、しかし一生ガメアジから出れない。これは苦しい。さあリンがポーションになってしまう。大将の両坂、あ、ゲージは十分なので、ここでケイダシバを仕留められれば、まあ、状況は一変するといった感じでしょうか。あっとこれは燃えてしまう。 C1A からヒート、まあ、ここでプーさんが登場したところ、足払いアイン、うまい。さあしかしだいぶ体力を、うまい中断。さあ、試合の方はどうなってんだ。あっ、そうなの、潰れる。ちょっとタイミングが早かったか。さあ、貢献。うわー、よく見ていた。ゲームオーバー。で、1P 側が、サオーパイパ、うん、さんです。うん、大丈夫でしょ、大丈夫、何も問題はないです。なんか、ここで止めるセンスがもう、すごいですよね。はい。いや、なんか、ジャムおじさんとかもそうだけど、すごい
センスじゃないですか。職さん、あ、はい、どうも、カナさん、名前のセンスだったら俺負けてないっすよ。あ、確かに、はい、名前のセンスとは負けておりません。皆さんこんばんは。そうですね、いや、私は職さんに言わすお仕事です。はい、はい、OK、まあ、試合の方がセス対ベニマル。まあ、これはやはりセス側にとってベニマルの、まあ、ジャンプ攻撃、牽制等非常に邪魔なんですけど、まあ、それを凌駕するなんか激しいなんかありますかね、セスには。実戦しか半端ないっす。はい、おっと、一発強気に放して遠心。さあ、しかしハイパー側も動きがいい。武器はベロだけじゃない。この目が、はい、なんか全くあんまり関係のない話なんですけど、セス、勝った後相手のところに飛び込むじゃん、はい、とどめだ、とどめだ。冗談の割には普通に踏んでますよね。ガチ踏んでますよね。あれ、なんなんだろう、あれ。まあ、いや、待って、あれ、K ダッシュの頭あたりで落ちるとマジとどめっすよ。ということで、最後は、おっと、相打ち。K ダッシュがしのいで、これ中堅戦かな。出てくるのは同キャラ K ダッシュ。さあ、この状況やはりゲージ差もあるので、おじさんがペースを掴んでいくかといったところですが、さあリードしているのはタオパイパー側。これはうまい。あ、K ダッシュ、おっと、これは決まる。 K ダッシュ同キャラもいつどうなるか分かんないですよね。分かんないです。5秒後には自分画面端沿ってるかもしれないですから、ね、なんか画面端沿ってる場所だったら、ね、アインをピンポイントでなんか飛ばれてフルコンもらったり、マイ B4 連発もらったり。ここは脱出の上から画面端、最初クーラー、最初クーラーもなかなか珍しいです ね、 そうですね。おっと、これは勝利が出ない。ガチャンして投げて、これはうまい、払っていく。はい、ネームレス戦を見越しての対処クーラー使われる。そうなんですかね、これネームレス苦しいのかな、どうなんだろう。危ない、対処キャラだからこれは危険な気がする。あ、苦しくても4ゲージ持った瞬間もうなんか大丈夫、どうでも5分になりそうですね。あ、それはバンバンスラ昇竜消費発動、終わった。バランスいいですね。やばい、バランスがいい。あ、今日も元気だ、祖父も冷えなじ。ああ、座るわ。バスケ部さん、バスケ部さん、ついに02回にも進出。なんか98でも、はい、結構なんか特殊なというか、 あ、 う、ね、あまり他にはないような動きをしてくれるプレイヤーなんで、ちょっと02も楽しみなところありますね。あ、バイスとビリーは入っている。なるほど、98と、まあ、同じ。98はまあエキストラ使いといってかなりの強さを持ってますけど、ゼロ2でも、まあ、ちょっと似たチームプラスキングと結構酒がない、酒がないこのゲームでどう立ち回っていくのか。さあ、しかしジョンダーの連携が止まらず、反対ヒットこれはでかい。こうなるとさすがに苦しいか。さあ、最後は投げが外せず、ちょっと放送席ジャパンしました。はい、大丈夫です、大丈夫です。はい、え、さあ、中継のビリー、
おっと強気に回していく。いや見るまで忘れてました、あの技を。グレンサッコンとかそんなやつですよね。あ、普通にまあ引きつければ対空になるんですよ、ね、あ、いけますね。家庭用だとメイリーに対して5回ぐらい入ります。あ、そうなんですか。あれは連発で、なるほど。98にこのキャラはいませんよね。これは苦しい、苦しい。転ばされて、お、なんとか画面端から逃げる。無駄です。あ、これジョンガーのゲージがゼロ。うまい、落とす。無駄です。あ、しかしウィリーも火力がかなり足りないですからね。ちょっと低い。うまい、ここを決める。ここはスラの隙にサンセスコ中段打ち。バスケ部さん本当98っぽいっすね。そうですね、ピストラの98っぽい。サナギ、うわー、ここは強気。点で話になんねーぜ。この草薙ってなんかいろんな呼ばれ方ありますよね。草薙だったりクローン強だったり。ああ、なるほどなるほど。このキャラって何なんか、なんかストーリーには関係、てかこのゲームストーリーはないのか。確かないっすよね。ないのか。エンディングも一枚絵ですか、はい、こいつは何なんすか。質問がおかしいと思うんですけど、強一とかだったらまあ救急、あ、はいはい、まあ強二もそうか、強二もそうっす、救急っす。ただこいつはどこベースなんですか。技だけ見ると9号ベースですよ。あ、そっか、確かにそうですね。強一が94みたいな感じ。まあでも、なるほど、9号ベースなら永久ありにしていいと思いますから。75式、75式で行く。あと行っている間にここはジャンプに投げ、だけどゲージはネームレス、たんまり持っている。まあ、この数日間あのネームレスをちょっと練習しようかなと思ってるんですけど、この組み合わせがすごい強いんですよね。なんかまだ全然使いこなせないせいもあると思うんですけど、ここはガードしている。ガードがないのはキング。ガードゲージもちょっと怪しくなってくる。あ、自分から帰ってきてしまう。なっ、ちょうど削れる。削れた、1割ぐらい削れた。ゲームオーバー。名前が、はい、緑のモンスター持ってる変なおじさん。これですね。これ俺何かと思ったんですけど、飲み物なんですね、はい、モンスターエナジーです。はいはいはい。まあ、東北の方にいるソフトモヒカンさんって人が、あ、はいはい、1、2時間でこれ2本ガム飲みしてすげえハイテンションになったんですよ。大丈夫なんですか。こういうの飲みすぎると結構、結構きついと思うんですけど。危ないですよね。で、なんかこの前もこれ1本飲んだらやたら対空見えたとか言ってたんで、じゃあでソフモヒエナジー愛好会作るかって発表いたしまして、メンバー募集しておりますってな感じで。ではもう覚醒状態にあるという、あ、もうそれです、ことなんですかね。モンスター目覚めろ。さあ、なんか、まあ、先ほどからサオパイッパ側もだいぶ覚醒してますね。動きが覚醒しますね。これ飲んでないのにこの説覚醒してますね。あ、これもまたちょっと珍しい組み合わせ。はい、目視。これどうなんだろう、なんか全く分かんないな。そうっすよね。いや、ボクシーの吹っ飛ばしが結構邪魔に見えるんだけど、どうだろう。そうだ、とりあえず飛んだら吹っ飛ばしを置いて、すごい置いとけば、あーっと、空月やろうと思ったらバレてしまう。あれありますよね、セスあるあるですね。あー、ボクシーの足が折れた。完全にとどめ刺されまして、中堅のクーラー。これ結構クーラーも
めんどいんじゃないですかね。対空がちょっと打ちづらいですよね。あと、もろ手の確定結構多いですからね。あー、レースピンの後とか、はい、なるほどなるほど。確か禁止も触れないって聞いたんで。あー、禁止振った時点でガードしたら確か。あー、なるほど。ダメだった。これはやっと一発がでかい。ここはレースピンから強バイス。このテスがあの反対側に降りるじゃないですか、空中の、はいはい、波動 A、 なんかすごい優雅に降りてますよね、あれ。なんか面白い技ですよね。あれ面白いです。後ろに下がるってなかなか確かになかなかないですよね。あー、筋肉ドライバー。あー、残り時間がないが、キーバ台からここは打っていく。さあ、クーラーがなんとか通り返して中堅のジョンフン。ゲージはクーラーが持ってるけど体力が、そうですね、やっと。俺ジョンもすごい苦手なんですけど、あ、このキャラなんかあります？こうしろ的な。とりあえずあの端っこ行くのはやめた方がいいって感じですかね。あ、まあそうですね、それはまあそうですね、大前提ですけどね。ガードクラッシュは分かってても食らっちゃいますからね。あ、そうですね。しかも画面味はむしろもうガードはダメっていう風に聞いたことがあるんで、もう諦めか暴れるかみたいな。なんか俺をボコした後に新潟の人がはい、はい、教えてくれたんですけど、はい、ガードするぐらいならって言ってました。なるほど。最初 K ダッシュ無駄ですよ。だからまあここで倒せればってところですね。あー、確かに。うまい。これは一番、これはしのげるか。ダーギャン減った。これは苦しい。吐き消せずにもう一発。おっと、これはうまい。狙いすました。ミニッツ、ドイツ、こいつ子供を近寄らせることなくいけば倒せるが、ちょっと厳しいですね。何も食らえないような状態なのでさすがに厳しいか。あー、下がって上。あ、ここは中断、分からなくなってきた。残りが30秒切る。マジか。これは決めていく。できる。さあ、ここから投げ外して。あモンスターエナジー飲んで反応が良すぎたから肯定してしまった。マジか。